東北新幹線は最大震度6強を観測した地震の影響で那須塩原盛岡間で不通となっていました。 JR は復旧作業が完了したため、今日から那須塩原郡山間、一ノ関盛岡間で運転を再開しました。 JR 郡山駅のホームでは、久しぶりに新幹線で関東方面へ向かう乗客の姿がありました。今日出張の予約入ってたんで、どうしてもお客さんのところを伺わせなきゃいけなくて助かります。 JR では郡山福島間の運転再開は来月2日ごろ、全線運転再開は来月20日前後を目指すということです。